はい、今回は対抗坊、孫作、純育の3人です。6章の2つ目、オーディン軍の襲撃。雪村の心に揺り動かされたロキはついにオーディン軍を離反。しかし反逆を許さぬオーディンは大部隊を動かし、ロキと雪村を包囲した。二人を絶体絶命の危機から救ったのはオリンポスの地母神ガイアだった。彼女はゼウスの助力によりようやく降臨できたのだ。だが敵もガイアの降臨を察知していた。吸収してきたオーディンの手勢を連合軍は退けることができるのか。ロキ殿、あなたはやはりオーディンとは別の目的で動いていたのですね。そしてかつて本物のペルセウス殿とも行動を共にされていたと。別人なんですね、ペルセウスとロキは。ああ、ペルセウスとはこの異界ができる前にガイアを通じて知り合っていたんだ。住む世界は違うが親しくしていたよ。そうだったのですか。いつか私もお会いしてみたいものです。ペルセウス殿は今どちらに。彼は、すまない、今は言いたくないんだ。いえ、私の方こそぶしつけに失礼いたしました。いい、だって武器も同じだし、ペルセウスの鎧の下はね、このロキの感じですけどね。何より今は攻め寄せるオーディンの軍勢を打ち払うことに集中すべき時でしたね。みんなで力を合わせこの難局を乗り越えましょう。ロキ殿、あなたの力も頼みとさせていただきます。ああ、任せてくれ。共に行こう、雪村。お、タッキが出てきます。サポートはこちらで。2の幼女とかそういうのはもう出てこないですね、さすがに。地母神ガイアの存在見過ごすわけにはいかん。皆かかれ、一気に城を攻め落とすのだ。早速攻めてくるなんて、さすがはオーディン、つくづく抜け目のない子ね。城内も敵だらけ。これではまともに戦いまい。まずは周囲の敵を一掃し安全を確保せよ。スイッチコンボ。ここは私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。私にはかなわなかったな。撤退するほかない。おかげで助かったぞ。そういえば満足か。まったく恩着せがましいやつだ。さてこのままだと困ったこと。
もののふの意地引くわけにはいかん。任せろ。ここから飛び降りで、飛び降りれないのか。この恥知らずめがよりによってオーディン様を裏切るとは。私の心は随分昔から奴に背いている。そう、この異界が生まれるずっと前からだ。これ式のことで根は上げられ。真田の信念、今こそ試される。私を助けてくれるとはね。つくづく君たちは優しいんだな。今作もこの武器がね、三国エイトになると変わってしまってね、長らく愛用していたこの戦魂でしたっけ。触れてやるわけにはいかん。おお、助かったぞ。次はわしも見せ場を作らんとの。魅力を尽くしましょう。そしてチューニングのこの杖の武器をね、なかなか使える機会が少ないというか。そう、いらだっても仕方があるのよ。体がなくてもできることがあろう。失礼。ほう、ガイアは戦うことができんらしい。伝令兵、オーディン様に報告してくるのだ。なんか面白そうな気配がするから来てみれば。この戦い、私たちも待ってって。お前たち、我らの邪魔はしないでもらおうか。いや、その言葉そのまま返すとしよう。あら、これはクイトメンとかそういうミッションではなかった感じですかね。いかな大軍であろうと押し返すまで。ダッキー、好き勝手しよって。まあいい、奴らの動き利用させてもらう。第三勢力で一応敵ではあるのか。素晴らしい活躍。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。
べしきのことで根は上げられん。これ扉は閉まってるからいちいち移動しないと、丸い道をしないといけないのが。俺ごと噛み砕いてくれよ。お別れです。いいところに来た。手を貸してくれんか。お別れです。さすね。どんどん様な。お別れです。これぐらいにしといてやる。失礼。コロアイ君、さすがです。あなたならばと思っておりました。かかってこい。痛ぶってやる。骨ごと噛み砕いてくれよ。今の光ったタイミングでスイッチコンボできたのか。これが弱肉強食。わしをうならせるほどの活躍をするとは誇るがよ。対抗棒のこの、ね、対極陣というか、これどうやって発動させるんだっけ。前のタイプアクションとかね、そういうのがあったんだけど。呼び出しているんだわ。今の私じゃはっきりとは分からないんだけど、どうもあの清盛って子が怪しい気がするのよね。清盛って子なんかお姉様的なものをガイアに感じるんですけど。止めてみせます。私も共に行こう。雪村、君の背中は私が預かる。美しき友情に協力か。面白い。城のことは気にせず進むがよい。強い人が来たって言うから遊ぼうと思ったのに。体もない半端な状態の神様じゃつまらないわね。帰ろっと。清盛さん、あとはよろしく。じゃないですか。どうも頼りやがきあるわ。ならばさらなる地獄を味わわせてやろう。この清盛はオロチ2で永遠と復活する。あ、もう鼻ゆいたらないわ。私に体さえあればトラウマが。みんなを守れるのに。よし、
の体に挑もうてか。モノノフの意地引くわけにはいかぬ。さてこのままだとごまったし打ち取りました。任せる、なかなかの座興であった。こたびはこれまでとしよう。妖魔が撤退していくわ。ロキたちうまくやってくれたみたいね。ロキたちどこで何やってんだ。この神というのは進んでないじゃん。大きな力を生み出す友情とは偉大なものであるな。妖魔らは去ったが安心するのはまだ早い。ここでオーディンが兵を引くとは思えないからな。頃合いのようだな。さあ、ここ開かないんかね。目に物見せてやる。妖魔と戦い疲弊した頃合いを見計らうとは、小賢しい真似をする者よ。怪物には怪しげな術がかけられているようだが、ご勝負は愚策と言えよう。そうですか。怪物を操る者の中には術の使い手もいる。そいつを探し出して倒すのが先決だな。西から強い力を感じるわ。ロキの言う術の使い手はきっとそこね。その術者の相手は私が務めよう。雪村、君は皆と共に城の守りを固めてくれ。承知しました。ロキ殿、ご武運をお祈りしています。こんなものは苦戦のうちに入らぬ。英才教育を受けた私にとってはな。俺式のことで根は上げられん。さてこのままで困ったか。このふまじ引くわけにはいかぬ。撃ち取ったぜ。もうでロキ、この裏切り者めが。おお、さすが。いやはや、とても真似できませんな。培ってきた武勇、見せてやる。果たしては勝負にならん。ロキめ、この仕打ち絶対に許さんぞ。なんかロキさん結構恨みを買ってるような気がしますけど。実に見事な働きである。わしも残る敵を片付けるとするか。術者は一通り片付けたか。私も城へ戻り、雪村らと合流しよう。こんなものは苦戦のうちに入らぬ。英才教育を受けた私にとってはな。これ式のことで目を上げられ。失礼。どうも。この状態どうにかしてくれません。さてこのままで困ったことになる。素晴らしい活躍。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。失礼。
ほう、まだいい。お別れです。失礼。はっはっ。せい。さすがです。あなたならばと思っておりました。コロアイ君。の意地引くわけにはいかぬ。さて、このままだと困ったことになるな。オーディン様より伝令、ガイアの追撃をやめ速やかに戦線を離脱せよとのことです。力を持たぬガイアに興味はない。捨ておけということか。みんな、オーディン様のご命令だ。これでいいのか。引き上げるぞ。悔しい。その判断絶対後悔させてやるんだから。まあ落ち着けがいい。一段落ついたの。今後について皆で話し合うとしよう。オーディンに侮られるなんて屈辱だわ。まあひとまず奴らが引いてくれて助かったけど。なかなかに際どい戦いでしたな。それだというのにオーディンらの勢いは増していく一方、困りましたの。このままでは次は太刀打ちできまい。急ぎ何らかの手を打つ必要があろう。そこで雪村が取り戻したケラウノスの出番というわけか。ロキ殿が引き渡してくれたケラウノス、あれを用いればオーディンに対抗する術を得られるのでしたね。ああ、かの武器で滅びの力を腕輪に込める。そしてその腕輪を使いオーディンを滅ぼす、そういう流れだったはずだ。すでにケラウノスはゼウス殿の手にあります。今こそオロチを討ち、その力を腕輪に込める時かと。それは前作でもありましたね。今回のはどういう流れになっていくのか。待って、その方法ではダメ。完全にオーディンを滅ぼすことはできないわ。なんと、なんと。どうやらガイア殿は我らの知り得ぬ情報をお持ちのようだ。詳しく説明していただくとしよう。うまく運んだようですね。うっさうまくいったようだ。確かにオロチの力を込めた腕輪を使えばオーディンの肉体は滅ぼせるかもしれない。でも彼はいつか必ず復活してしまうわ。復活する？それは何故？オーディンの魂は肉体とは別の場所にあるの。だからたとえ肉体を滅ぼしても魂が生きている限り何度でも復活する。完全にオーディンを滅ぼしたいならどこかに隠されている魂を探し出さないといけないわ。奴の魂か。それもこの異界に存在しているのか。おそらくね。あのオーディンのことだもの。弱点となり得るものを自分の目の届かない場所に置いておくとは思えないわ。だが仮にそうだとしても
何の手がかりもなく魂の在りかを探すというのは現実的ではない。手がかりね。それなら思い当たることがあるわ。一応この世界へ来る前からずっとオーディンの動向を探っていたんだから。彼はこの異界へ降り立った後、いくつかの地点を制圧していたの。全てを差し置いて真っ先によ。ふん、その地が奴にとって何か特別な意味を持つ可能性が高いということか。ならばそこを調べれば何か重要な情報、奴の魂の在りかについても手がかりが得られるかもしれないな。飲み込みが早くて助かるわ。ゼウスの言っていた通り、ここには賢い子が揃っているみたいね。まあこの二人は特に賢い子ですけどね。では直ちにその場所へ赴くとしよう。ガイア殿、ケイには道案内を頼みたい。いいでしょう。さあついていらっしゃい。不覚にも息子の手にかかってしまったか。アレスが不満を抱えているのは知っていた。ああ、ジュースはなんかこうガイアっぽいようなね、魂みたいなものだけの時がっていうことなんですかね。まあよい。実体を失ったのはかえって好都合であった。これで奥の手を使うことができる。自母神ガイアの降臨、それがなされれば混沌を極める異界に新たな道を切り開くことができよう。まずは何としてもガイアの元にたどり着かねばな。今回の修行では皆に孫家の兵法を伝授した。だが軍略とは座学だけでは完成しないもの。いずれ実戦で体得してもらわねばな。これはぜひ信玄公にも参加してもらいたい感じですけど、今回は以上です。